ました。もう。あら、初見です。ありがとうございます。よいしょ、伸びないのか。こんばんは。よいしょ。みんなにマウント取って自慢していきます。あ、ありがとうございます。じゃ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 あ。ちょっと自慢話聞いてください。最高、もう。しかもさ、サイン入りでもろてしまいました。ヒューヒューヒュー嬉しい、うん、ポストカードも、あ、ポストカードの裏にもこれは多分全員についてるやつですね。メッセージ入ってる、素敵。いや、なんかね、結構グラビア見るの好きなんですよ、私。メンバーのグラビアを、いいですね、やっぱ。私もめっちゃありがたいことにね、この間写真集を出させていただいてそう、なんか、うん、なんか改めてこう、やっぱ最近ねこう、上西玲さんがスタイルブック出したり、本郷柚葉さんが写真集出されたり、写真集ラッシュが続いてるんですけど、改めて自分が写真集出させてもらえたのめっちゃありがたいことやなと思って感激してます。私のおすすめは、でもね、やっぱちょっとランジェリーカットがあるんですよ。なんとそれがね、ちょっとニヤニヤしちゃうし、ちょっと後半らへんのやっぱなんかちょっとオフっぽい写真が好きでオフっぽい写真が好きやから、なんかそういうのかな。あとこのなんかね、インタビューもめっちゃ見たい。インタビュー読もう。年 B はやっぱりグラビアがね、うん、グラビアをやるメンバーが多いですね。最近8期生の辰本弥生ちゃんが初グラビアをしてて、私もそれ今日見たんですけど、素敵やったわ、素敵やったわ、素敵やった。弥生ちゃん顔かわいい、シンプルに顔が素敵よってなったし私はね、なんか割と最初の頃からずっとなんかおじさんなんですけど、なんかグラビアとかめっちゃ好きやし、そもそもなんかめっちゃ別に現実とかじゃなくて、なんかロリコンって言うんかな、なんか言い方が悪くてあんまりあれですけど、アニメのキャラクターとかはめっちゃなんか中学生とか小学生みたいな子が大好きになっちゃうタイプの人間なんですけど、なんかね、あんまり私が重ためのオタクなことをあんまり知られてない気がするんですよね。しんどめのアニオタしんどめのアニオタやし、まあまあ基本二次元の中学生しか、そうでもないな、アーノンとか、そう、結構ね重ためのオタクやったんですけど、なんかあんまりね気づかれてない、うん、昔レナタのモバメも撮ってた、そう、うん、あの中学生メンバーのモバメは何人か撮ってましたね。最近はもうしてないですけど、なんかね、私アニメめっちゃ好きなんですけど、アニメとかギャルゲーとか、なんかこう美少女絵とかめっちゃ好きなんですけど、なんかそれでなんかオタクであったことで、普通に全然 NMB 入る前の小学校中学校の時になんかめっちゃ悪口言われて、陰口言われてたことがあって、あんまりなんか公表するのが
怖くて、NMB 入ってからでもアニメ好きとかアイドル好きって言っていいんやっていうのには気づいて、なんか随分生きやすくなったんですけど、それでねあんまりねちょっと言いづらくて、まだまだねアニメ好きが肩身の狭い時代やったから、そう随分最近とかでもめっちゃネットフリックスとかでもアニメとかねあれやったり、私もアイドル好きなの隠してる、そうよね、なんかちょっとね言いづらい時とかもあるよね、でも SNS とかでね他のファンの子とかとつながれたりできるいい時代ですよね。あったよねそんな時代、マジでアニメ好きとかアニオタとか本当に肩身狭かった時代がありましたでも今でもちょっとねやっぱなんかアニメ好きっていう人たちでもジャンプとかそういうアニメが多いかな、なんかまだちょっと美少女アニメみたいなのって若干初対面の自己紹介では言いづらいみたいなところもあるけど、もう最近は胸張って言います。スキップとローファー見てます、一番好き、今日最新話出るでしょ、楽しみ。そうでもね、まあまあ別に趣味のことってさ周りに言っても言わなくても好きは好きやから、アイドル好きってまあ言ってる人も言ってない人もいると思うんですけど、推しのことが好きならばそれでいいかなと思いますけどね。ね、言うのもめっちゃ素敵なことですよね。言えるとこで、こういうとこで言ってこ、アイドル大好きありがとうございます、私もアイドル大好きって言える環境で幸せです。お、ダンスタイムミラーボール、めっちゃね趣味多すぎて困る、小説家兼株主兼大学生兼アイドルって聞いたんですけど本当ですか、本当ですね赤ポンが推しですって言えない、たまに言うとこ、赤ポン特攻で言ってこ、あそう映画も好き、なんか最近はね映画にハマってて、アニメばっか見てたんですけど映画を見るのが増えて、なんか1日1本ぐらい映画見てますなんか大変も見るのが、もう映画見るの大変まあまあちょっとね大学行く途中とかそんな移動中とかに見たりあら1日1本って結構見とるよね、映画館に行くのにハマってて、なんかあ暇さえあれば映画館にいようかなと思ってます。好きな映画って言われたらめっちゃ難しいですよね、なんかこれちょっとあるあるかもしれないんですけど、好きな映画とか皆さんやったら例えば NMB の好きな曲何って聞かれた時に、なんかちょっとマイナーな曲言ってなんかガチで好き感見せたいみたいなちょっとマイナーな映画とか言ってなんか物知り感を出したいけど、でも一番好きなやつって意外とドメジャーなものやったりするし、一番好きな映画って言われたらチャーリーとチョコレート工場ですわかります、この気持ち、わかる、全部っていう、あそれもわかる、そうなんか一番好きな曲僕らのユリイカってなんかちょっと悔しいとかなったりするかもしれへんけど、そうでも最終的にもうみんなが人気な曲って結局人気なんや、うん、
ショーシャンクはね、でもめじいいですよね。めっちゃわかるこれ。そう、なんやろな、絶妙にみんな知ってるけど、あーやるやんみたいな。だから、まあね、まあ、ジュゴンはジュゴンは2やね。話題曲以外を選ぶかな、それもわかる。シングルやったらとかつけ出す、確かにシングルやったらナギイチ。ちょっと古い映画とか言いたい、わかる。最近なら夢逃げっていう儀ですね。そうだよ、結局一番好きな曲ってなんか人気な曲とか人気なものって結局いいんよね。そう、ちょっとね、まだちょっとね、 若さゆえかな。若さとか関係ないかも。わかりみ、マニアックな作品言うてマウント取ろうとするやつ、実はそこがさ、ギクギギギギク。ああ面白い。好きな映画のジャンルは、うん、でもホラー映画が一番見るのかな。ホラー映画か SF が多いんですけど、見ることが。でもなんか、うん、一番好きなホラーとかホラー映画って言われて、なんやろうな。待って、レイン25周年で新たなゲームが出るらしい。有益な情報ありがとうございます。最高。うわ、レインめっちゃ好きな、やりたい思ってるゲームがあって、なんかね、ホラー、親がホラーが好きで、ちっちゃい時からホラー映画の英才教育を受けて育ってきました。ホラーね、苦手な人もいると思うけど、あとね、結構なんか B 級映画とかもちょいちょい見たりする。くしょうもなみたいな。あんまスプラッター系はね、ちょっと苦手なんですけど、ホラーいいですよ。バイオハザードの配信はいつですか？ YouTube でゲーム実況配信をしてるんですけど、バイオハザードを、木曜日と土曜日日曜日でバイオハザードの配信をできたらいいなとは思ってます。そう、ほら、お母さんがほら、なんかね、これは見といた方がいいよって親に勧められた映画が、小学低学年とか小学校の頃勧められた映画がエクソシストでした。RRR 最高。インド映画もめっちゃ好き。最近ね、 RRR っていうインド映画がちょっと世界でわりかし流行ってて、でまあみんなナートゥご存知かもしれないんですけど、それの監督が RRR の監督なんかな、が作ってたマッキーっていうインド映画がマジで面白くて、もう最近また2回目見てるんですけど、なんか男の人がハエになるっていう映画なんですよ。ハエになってなんか踊ってんの、意味わからへんくて。最高。アマゾンプライムで見れます。マッキーガチおもろい。インド映画ってあの陽気な感じが大好きなんですよね。なんかいつ見てもハッピーになれるし、けどでもなんかこっちが体力ある時じゃないと逆に持ってかれる感じがあるんですけど、バーフバリも見た。そう、インド映画ってすぐ踊るしすぐ歌うから面白い。長いのが多いね。3時間ぐらいあるやつとかはよしってよくなるんですけど、いやでも映画は楽しいですね。テリファー見た。この間テリファーっていうホラー映画を見て、今新作が上映中なんですけど、絶対映画館行かへんわ。めっちゃグロスプラッタ系
の映画でした。きっとうまくいくっていうインド映画もあれも大好きです。インド映画好き。海外ドラマ見ないんですけど、見たくて、海外ドラマ、ドラマを見たくて、今おすすめのドラマあったら、あのツイッターでハッシュタグアベワカナとかでつけといてくれたら見るんで、ツイッターかインスタの DM とかで教えてくれたら気になったやつ見ます。めっちゃ見てる映画、なんか最近ドラマとアニメはもうなんか見すぎて、ドラマとドラマね、ドラマを探してるんです今だからいいやつあったら教えてくださいほら、さあ、そんなわけであっという間に、そう、まあ、見たい映画もいっぱいやし、サンクチュアリも見ました。お相撲さんのドラマの、あれも面白かった。続きが見たくなる映画でした。なんかね、結構最近はネットフリックスとかでランキングに入ってるのとかを見るようにしてみたりとか、なんか出会わないものに出会いたくて、いろいろ見てます。そんなわけで13位から壇上の方読ませていただきます。13位茶太郎さん、12位シリルさん、11位ナサヤさん、10位マコさん、9位電気ビリビリさん、8位ビート&ビートさん、ユージロウさん、トモカズさん、ヒサオさん、コウモカポンズさん、マメシバさん、ジェイソンさん、シンシグさん、皆さん本当にありがとうございました。ミスターブー見てほしい。スーパーナチュラル、スーパーナチュラルって気になってました。隣は椅子。いやー、ありがとうございます。配信見てくださって、今日も皆さん一日お疲れ様でした。またね、YouTube でのゲーム実況もやるのでお楽しみにしててください。ムカデ人間っていうグロ映画、グロ映画、小学校の時に見ちゃって やってんなって感じそして皆さん、明日発売の加藤由香さんの写真集、ファースト写真集、心に秘めたもの、マジでちょっとエグエグのエグ子さんなんでね、あのセクシーかわいいが詰まりすぎてるんで、皆さんもぜひぜひ明日発売なんで一緒にゲットしましょう。さて、それでは皆さんありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょうバイバーイ、ありがとうございました。